わ、来た。僕のホームの九頭竜川なんですけど、まあそうですね、魅力がたくさんある川で、まあ生活圏に近い川ですね。で、その生活圏に近い川なんですけど、やっぱりこのコンクリート護岸があまりされてない自然もたくさん残っていて、まあその中でね、大きい魚が釣れるっていうのが、まあ一番の魅力なんじゃないかなと思います。おー、食った。おー、食った食った。おー、食った。まあ自然がすごいたくさんあるところで、まあこういった綺麗な魚が釣れるんで、まあこういったのも九頭竜川水系の魅力の一つなんじゃないかなと思います。さあ行きますか。じゃあまず朝一発目、まずはチャタビーで広範囲を探ってみたいと思います。今回はですね、九頭竜川の、下流域ですねに来ています。まあ下流域はね、ここ九頭竜川のこの夏のパターンですと、まあ、バイブレーションの早巻きっていうのが一つのパターンであって、まあ、あのオープンエリアでこのバイブレーションを遠投してこうグリグリ巻いて魚を取っていくっていうスタイルなんですけど、まあ、魚がバイトしてくるところ、捕食するところっていうのはやっぱりこのブレイク際ですね、やっぱり捕食する、フィーディングゾーンになってくるんで、まあ、そこはこう早巻きしててもコツコツ当たる場所が出てくるんで、この場所をちょっと意識しながら、そこがフィーディングゾーンだっていうのをね、ちょっと確認しながらやっていくと、ヒットの確率も上がりますね。オープンエリアですね、やっぱりこう広範囲に、探る必要があるんで、やっぱりラインのこの細さっていうのはやっぱり重要なファクターになってくるんで、やっぱりこう風があったりねすると、どうしても1号とか 1.2 号 1.5 号とかだと、やっぱり飛距離あまり伸びないですね。で、特に横風とか向かい風とかだと特に出ますね。僕が今巻いてるラインが、アバニシーバスマックスパワーの、0.8 号のステルスグレイですね。これを巻いてます。まあ、こういうオープンエリアですと僕は 0.8 号一択でやってますね。まあ、このステルスグレーっていうカラーなんですけど、なんていうんですかね、やっぱりリールに巻いてもめっちゃかっこいいんで、これ気に入ってますね。うわー、やばいね、今追っかけてきたね。手前でギラッと反転してたね。
最近ね、全然雨降ってないんですよ。ここ2、3週間は全然降ってないですね。やっぱりこの河川の釣りはどうしてもこの増水が魚のスイッチ入れるんで、しかも連日30度以上で、今日とかも35度ぐらい。いや、やばいねこれ。うわ、食った。もうめっちゃ手前。あ、バレた。バレると思った今。まあでも魚はいたね。いやー、めっちゃ手前で食ったね。いやー、残念。まあ40センチぐらいだったね。ピンチだ、ピンチ、ピンチ。そうだね。はい、じゃあポイントを移動してきました。さっきのね、オープンエリアとは打って変わって、支流の日野川っていうところの堰に行きました。このポイントはまあ見てわかると思うんですけど、なんかこう水が上から落ちてきて泡がブクブクなってるんですけど、まあベイトは結構止まるポイントなんで、まあこういうところを狙うと、大きいシーバス釣れてくると思うんで、まあ状況的には水量ちょっと少ないんですけど、まあ頑張ってやってみたいと思います。使うルアーはジャンプライズのテロテロくんってやつですね。じゃあやってみます。まずは手前からね。スイッチ入れた瞬間だったね。ナイスファイト。いいね、このギラギラ感。よいしょ。はい、釣れました。本日1本目ですね。朝からね、オープンエリアでやってきたんですけど、まあ、ちょっと反応が薄かったんで、ちょっとポイントを変えて上流の方へ、日戸川のね、上流の方へやってきました。まあ堰があって結構こうやって泡がブクブク出てて、酸素濃度もまあ濃いんで、まあ、こういう何て言うんですか、低活性なタフコンディションの時には、ちょっとでもね、魚が元気でいられる場所をちょっと選択して上の方へ来てみました。結構上流の方来て、まあ、自然がすごいたくさんあるところで、まあ、こういった綺麗な魚が綺麗な水のところで釣れるんで、今、2時ぐらいなんですけど、まあ魚いますよね。まあ、こういったのも九頭竜川水系の魅力の一つなんじゃないかなと思います。じゃあリリースしたいと思います。リリースはね、まずあの魚釣った時になるべく陸にこう上げたりしないで、まあなるべくこう水の中でなんか写真撮影とかね、そういうのを済まして、
手早くリリースしたいですね。まあポイントはやっぱり陸に上げないってことのが一番大事ですね。はい、行きます。はい、ありがとう。イエイ。よし、はい、ということで、今ね、ジョリーから夕間詰めに向かけてね、軽井沢に戻ってきました。このまま、夕間詰め、オープンエリアで狙ってみたいと思います。水温測ってみようかな。水温測ってみよう。何度だろう。うわあ、やばいなこれ。もう30度近いね。29度あるね。29度ある。やばい。まあ、魚も熱中症になるよねこれ。この釣りはシンプルでいいっすよね。キャストして巻いてドカンとくるんだからね。多分釣れるんだったらこのブレイクのここの辺なんだよな。多分見てるんだろうな。で食わないみたいな。とりあえずここで釣りたいよね。おー、食ったよ。ああいうマズメパワー。おー、おい、いやー、いいね。再びガッツリいってます。はい、来ました。イエス、クズ粒シーバスですね。結構ね、いい太さしますね。まあ今結構午前中はね、風があって流れと同調してて流れ結構早かったんですけど、まあ今風も止んでなんかいい感じにペタッとしてるなと思ったらがっつりくすりましたね。まあやっぱりバイトゾーンは結構手前の方で、まあ遠投して、で手前のブレイクで食ってきた感じですね。やりました。チャタビー60ですね。えい。はい、ということで、今日はね、本当はもうちょっとやろうと思ったんですけど、まあ、朝からすっげー暑くて、もう魚もねちょっと2本ぐらいかな取れたんで、今日はこの辺で上がろうと思います。あっせ。
今回使用しているラインなんですけど、バリバスのアバニシーバスマックスパワーを使用しました。今回は、そうですね、使用しているのは 0.85 を使用しました。下流域で使用するのには、飛距離がすごい重要なんですけれども、その 1.5 号とか 1.2 号もラインナップあるんですけど、0.8 号が一番細いラインになります。この細いラインはやっぱり飛距離がすごい伸びるので、大きな武器になるのは間違いないですね。でこのラインの特徴なんですけど、バリバス独自のコーティング技術で、非常にしなやかに仕上がっております。でガイド抜けもすごい良くて、さらに飛距離は出ますね。でそのアバニシーバスマックスパワーに結束するリーダーは、僕はこちらの、2種類リーダーあるんですけど、フロロカーボンとナイロンラインがあるんですが、僕はこのシーバス、ショックリーダー、これの20ポンドを使いました。で僕はほぼほぼ、フロロカーボンは使わず、ナイロンラインで、いつも釣りしてますね。理由は、結束した時に結構その摩擦系のノットだと、ナイロンラインの方がちょっと柔らかいんでギュッと締まる感じがして、僕はもうほぼこのナイロンライン、ナイロンリーダーですねを使ってます。上流っぽいね。でも渡れそうなの。はい、おはようございます。今日は、2日目ですね。昨日の下流域から、上流の方へ上がってきました。ずっと雨降ってないんで渇水が続いてますけど、朝一ちょっとチャンスあるかなと思って、2日目の一発目はここでちょっとやりたいと思います。はい、ルバーはランドラゴ使います。まさにここで生まれたルアーですね。すげえ久しぶりに来たな。このドリフトの釣りなんですけど、僕のやり方は、何ですか、このラインを張らず緩めずで、こう保っていくっていうのが一つのポイントで、ラインをあまり水につけないようにして、川の流れと垂直にルアーがいる感じ、要は上流向いてる魚にルアーの腹を見せる感じですかね。ケツとか頭とかで流しちゃうと、なんか点でしか見えないんで、こうなるべく結構ノーアクションで流してくることが多いんで、なるべくこうアピールする意味でもルアーのお腹っていうかサイドですね、サイドを見せるイメージで流していきます。はい、出ない。ポイントが全然わかんないな。当たろう。おー、来た。しゃ。あー、違う。濁いか。濁いだ。なんかすげえ追っかけてきたと思ったら、やば、ふっと後ろから追っかけてきた。
井さんでした。どうしよう。うわ、抜けた。まあ抜けるよね。やっぱいたか。まあしょうがない。やっぱりここもバイトゾーンは流れの緩いところから流れの強いところに入った瞬間、たまにこうやってロッドアクション入れてやってルアーをねロールさせると、こうアユが苔を這んだ時のあのギラッギラっていうのをイミテートできますね。こうやって立ち位置をこう変えながら流す角度を変えながらやるとまた釣れてくることもあるんで、うわー当たった。いたね。取らなかったね。水が死んでる感あるよね、これ。はい、ということで、今回の釣行はこれで終了となります。昨日ですね、オープンエリアで入って、でそれからまあバイトはあったんですけど魚は取れず、でちょっとフィールドを変えて支流の関のポイントへ行ってきて、でまあ一本なんとか取れたんですけど、まあ状況が状況だけに、まあ、関のポイントの、酸素濃度が多いところでなんとか一本取れたって感じですかね。で今朝もまあ朝一、清流域に入って、まあキャッチすることはできなかったんですけど、まあ、魚の反応もあったんで、まあ、この2日間を通して、まあ、うまくこうタフコンディションながら、フィールドにうまくマッチした、釣り方ができたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回はお疲れ様でした。